スノーマン滝沢秀明の新会社 2B へ移籍が現実的に。水面下でやり取りが進められているその真相は。こんにちは、スコープ芸能です。元キンプリの平野翔さんと神宮寺勇太さんがタッキー設立事務所 2B に合流したことが現在大きな話題になっていますが、滝沢さんが 2B を設立したことによってスノーマン、ストーンズも移籍する可能性があるのではないかとファンの中で不安の声が大きくなっています。ジャニーズジュニア時代はデビューに最も遠いと言われていたスノーマンですが、今やジャニーズでもナンバーワンの人気を誇り、 CD やグッズの売り上げ、コンサート動員などもトップクラス、会社の屋台骨を支える存在へと成長を遂げたグループです。そして滝沢氏がプロデュースを手掛けた初のグループであり、滝沢氏主演の舞台滝沢歌舞伎をジュニア時代から支えた存在でもあります。滝沢氏が芸能界を引退してからは同舞台を引き継ぎ、滝沢歌舞伎ゼロで主演を担当しています。その舞台も4月30日の滝沢歌舞伎ゼロファイナルをもってシリーズは終了を迎えました。このようにスノーマンが今やジャニーズを代表するグループとして爆発的な人気を誇る変貌を遂げた陰には、滝沢氏の圧倒的なプロデュース力があると言われています。スノーマンの 2B 移籍の噂について関係者によると、バリバリの滝沢派のグループですから将来的な移籍の可能性はゼロではない気がしますよね。しかし超人気グループに成長し、国民的グループ、それこそ歌もダンスもバラエティもこなす未来のスマップになりうる可能性を秘めているスノーマンをジャニーズサイドも簡単に引き渡すなんてことはしません。むしろ今は彼らをものすごく大事に扱っていると言いますよと語っていますが、 2B 移籍話の背景として滝沢氏とスノーマンの師弟関係がありますが、それだけではないようです。ジャニーズ事務所からも 2B にスタッフが移籍し、スタッフとスノーマンメンバーの間でもやり取りできる環境が構築されているんです。そのため水面下では現在進行形で話がされているのだとか。芸能プロダクション関係者は、ジャニーズ事務所ではスタッフが相次いで退社しているんです。特に事務所内でタッキー派と目されていたスタッフは現在仕事も干され気味だと言います。彼らとしても 2B への移籍は芸能マネージャーとしてもう一度輝けるとあって渡りに船と、ジャニーズ事務所からのスタッフ流出について明かしているようです。滝沢さんは2022年10月末にジャニーズ事務所の副社長を電撃退所しましたが、これについてスノーマンメンバーは何も知らされていなかったといいます。関係者の話によると、メンバーは退所をニュースで知って慌てて滝沢氏に LINE をしたけれど、すぐには既読すらつかなかったといいます。しかしこれは裏を返すと滝沢氏の気遣いでもあると考えられる。もし事前に話を通していたら、退任後にスノーマンが事務所サイドに何か知ってたのかと吊るし上げを食らうリスクがありますからね。しかし当時から状況は大きく変わった。三宅さんや平野さんら元ジャニーズのトップタレントが続々と集結し、ジャニーズと対決するかのような構えです。それだけにスノーマンと連絡を取ることも再開しつつあるのではないでしょうか。さすがに露骨にうちに来るのような言い方はしないと思われますがと語りました。こうした引き抜きとも受け取れる行為について、滝沢氏は7月2日に TikTok ライブを行い、次のようにコメントしています。僕らは引き抜きをしたりとかそういうことは一切してません。それぞれの考え、タイミングで話し合いをして、お互いがいろいろなことを意見し、それで合意してって感じなので、たまにそういう言い方をする人もいるけど実際は違うので、全く俺はそういう男ではないのでと、自身の引き抜き問題について否定をしています。また 2B サイドからスノーマンの件のような話が漏れ出ていること自体が戦略ではないかという見方もあると言います。こうした話をあえて漏らすことで、ジャニーズ人気トップのスノーマンも移籍する可能性があるんじゃないかというムードを漂わせ、既成事実化する戦略かもしれないとのことです。現在のジャニーズの窮状、一方で 2B の超イケイケを見ていると、いずれ本当にストーンズが6、
スノーマンが7として 2B に移籍して、ジャニーズと本格的なバチバチの構想に、そんな風に思えてきますよね。そうなった時は業界が大きくひっくり返ってしまう可能性もあるのではないでしょうか。 2B が活発な動きを見せる一方で、ジャニーズ事務所は再発防止特別チームから8月末頃に再発防止策を提言する見込みとの連絡を受けたことを8月4日の国連人権理事会の会見後に発表。できるだけ早く今後の取り組みなどについて記者会見で説明させていただく予定としています。そんな中、スノーマンの目黒蓮さんが退所の可能性があるのではないかとの情報がありました。この先タッキーが自ら手塩にかけて育てたスノストも分裂するんじゃないかと、グループ全体を応援したいファンの不安は膨らんでいるようです。退所の可能性がある人物として、2019年にスノーマンに加入前から滝沢秀明さん主演ミュージカル滝沢歌舞伎に出演し、深い関係にある目黒さんを挙げ、今後の活動についてもプライベートで相談していると聞こえてきます。目黒さんやスノーマンは今やジャニーズのエースでもありますから、今すぐの移籍はさすがに考えられませんが、将来的なところでは否定できないと芸能プロダクション関係者が明かしました。しかし目黒蓮さんは今年2月に発売された雑誌で、個人の仕事はスノーマンに還元できる仕事しかしないと言っていました。僕はグループに還元できる仕事しかしないって決めているんです。グループの活動につながるようなお仕事をこれからもたくさんできればいいなと思っていますと、グループ愛あふれる展望を語っています。スノーマンの活動につながるような仕事を選んで個人の仕事をしている目黒さんが一人だけ脱退して 2B に移籍は考えられないのではないでしょうか。現実的に考えて、多くの仕事を抱えるグループメンバーの 2B 移籍は現時点で信じがたい話ではあります。しかしジャニーズ事務所はジャニー喜多川さんの性加害問題で大揺れとなっていて、先行き不透明な状況。三宅さん、平野さん、神宮寺さんが成功例となれば、メンバーの退所合流という流れが加速する可能性もあるとされています。 2B の第二ジャニーズ化がますます進むかもしれませんね。ファンの気持ちとしてはただ一つ、移籍するなら全員一緒に移籍、分裂だけはやめてほしいと願うばかりです。移籍するならスノーマン全員ではないかと考えられますが、どうなるのか今後も注目していきたいです。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。